ここでは相続分の数え方を理解していただきたいと思います。相続分とは、被相続人から承継する権利と義務の割合のことで、遺言があれば原則として遺言で指定された通りに財産などの承継が行われます。これを指定相続分と言います。もし遺言がない場合には、法定相続分という法律によって定められた割合を目安にして財産が分割されます。法定相続分は必ずしもこの通りに分けなくてはいけないというものではありませんが、相続税の計算などでも使う重要な考え方ですから、きちんと理解していただきたいと思います。法定相続分の割合は、配偶者相続人と血族相続人の関係によって変わります。もし片方の相続人しかいない場合には、その片方が 100% の法定相続分を得ますが、配偶者相続人と第一順位の血族相続人がいる場合は、法定相続分は2分の1ずつとなります。そして配偶者相続人と第二順位の血族相続人という組み合わせの場合は、配偶者相続人の法定相続分は3分の2となって、血族相続人の法定相続分は残りの3分の1になります。また配偶者相続人と第三順位の血族相続人という組み合わせの場合は、配偶者相続人の法定相続分は4分の3となって、血族相続人の法定相続分は残りの4分の1になります。このように血族相続人の順位が増えるごとに、配偶者相続人の法定相続分の分子と分母が1ずつ増えていきます。これには被相続人が残した財産は、被相続人一人の力で残したものではなくて、身近な人の協力があったから残ったという考え方が背景にあります。要は、被相続人の財産形成にたくさん貢献した人の法定相続分を増やそうとしているわけです。配偶者と子はそれぞれ同じ家族ですから、過ごす時間も一緒。だから法定相続分も一緒と考えます。そして、結婚すると親よりも配偶者と過ごす時間の方が多いので、親よりも配偶者の方が財産形成に貢献していると考えられるため、この場合は配偶者相続人の取り分を少し増やします。また、結婚すると兄弟姉妹と一緒に過ごす時間はほぼなくなりますから、血族相続人が第三順位の場合は、配偶者相続人の取り分をもっと増やします。なお、同じ順位の血族相続人に該当する人が複数いるケースでは、基本的には頭数で安分します。ですから、実子も養子も嫡出子も非嫡出子も相続分は同じです。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。